相からわかるその人の持ってらっしゃる能力や才能、手のひらのシワに自分の持つ天賦の才が刻み込まれているはずなんです。皆様ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の脇田聖徳こと聖徳くんです。このチャンネルは運を高めて豊かな人生を送っていただくための内容を配信しております。よければチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。今回は手相についてお届けしたいなというふうに考えております。その中でも手相からわかるその人の持ってらっしゃる能力や才能、こういったものを解読していくための内容として皆様にお届けできたらと考えております。本当は4つに収まるようなものではないと考えておりまして、いずれ才能、手相から分かる才能というものを、たくさん動画として作っていきたいなとは考えておりますが、今日は、本当に申し訳ないことに4つだけ大まかに分けて才能というものを手相から見出していこうという内容でお届けさせていただけたらと思います。自分の能力とか才能とかってなかなか自分では気づかないものですよね。もし知っていたとしたらそれを生かすことができるのに、そんな風に思う方も少なくないと思います。私もかつてそうでした。占い師にまさかなるなんて25で思わなかったので、25歳の時にはそれまでは。でもあ、なるほど、こういう世界が向いてるんだなっていうのが分かって、早16、7年経つんですけども、はい、でも実は人それぞれ私は光を持ってると思うんですよ。光というのはその人だけの輝き、その人唯一無二の輝きで、それを知るって自分じゃ見れないんですよね。自分がどんな光を放ってるのか。そのために一つのきっかけとして手相を生かすのがどうかなというふうに思ったんです。きっと手のひらのシワに自分の持つ天賦の才が刻み込まれているはずなんです。どの人も手相って誰一人として同じものってないので、そこで今回は手相からわかる能力、才能についてご紹介をいたしたいなと思っております。じゃあまず一つ目ですね。やっぱり手相を語る上で重要なところ、知能線ですね。才能は知能線。知能線というのはこれ生命線のところから出てきている線、これ知能線で、この知能線が横に伸びて先端が上に跳ねている場合、先端が上に跳ねている場合ですね。知能線が横に伸びて先端が上に跳ねているよ、この人は損得感情が得意な経理向きの手相です。お金を扱うのが向いてるんですね。横向きにまっすぐ伸びた知能線の先端が小指あるいは薬指に向かって跳ね上がっているのは、かなり頭の回転が速く、お金の計算、損得感情に優れていることを表します。で、性格的にも几帳面なので、得意なんですよね、計算が。で、そのためお金を扱う職業全般に向いていると言えます。ファイナンシャルプランナーとか証券マンとか銀行員とか、あとは事務職もそうですね、経理、こういったものから会計士、税理士、理論的な性格の人が多いので、他にも秘書だとか法律関係にも高い適性があると言えます。ただ反対に感性だとかセンスを生かすっていう仕事はやや不向きなところがあるので、それは避けた方が無難かもしれません。次に知能線、同じく知能線が中指と薬指の間よりも短い、中指と薬指の間よりも短い、だからここら辺で終わってるってことですね。知能線が短いからおバカとかそんなことじゃ全くないので、
誤解しないでくださいね。知能線の長さとは短さは全然その人の知性には関係ありません。で、知能線が中指と薬指の間よりも短いよっていう方、この方は精密な作業が得意な技術者の層なんです。緻密な作業が得意で、知能線が中指と薬指の下あたりで、止まってるよっていう方で、伸びきってない場合はどちらかというと短い方に該当すると思うんですね、知能線で言ったら。で、この層っていうのは短くて勢いがあるととても几帳面で細かい作業が得意といった才能を持ってるんです。で、そのため手先の器用さとかそういった求められる仕事、そして技術職、あと研究職ですね、深く掘り下げていく、そういった仕事も能力を生かせます。例えば大学の研究職員だったりとか、あとものづくりの人ですよね。そして、技術を生かす、電気にまつわることだったりとか、バイオテクノロジーもそうですし、そしてあとは何でしょう、一つのことをコツコツこなしていくような作業ができる人、システムエンジニアなんかもいいですよね。こういったところで能力を生かせます。あと細かいことによく気がつけるので、サービス業なんかも意外と向いてます。特に技術を使ったサービス業ですから、カウンセラー、心理学者とかですね、あとそうですね、きめの細かい作業サービスが提供できる学校の先生とかですね、こういったものも向いてます。そして次に3つ目、今度は感情線に注目してみましょう。感情線はここです。感情線2本平行に伸びている場合、2本の感情線が平行に伸びている場合は商売の才能があります。商才があります。そこで成功する可能性が大ということです。感情線が2本平行に伸びているというのは、俗に二重感情線という手相で、みんなに知られているというか呼ばれているんですね。とてもエネルギッシュな方であることが多く、性格的にも明るく、どんな困難にもくじけずに立ち向かうバイタリティの持ち主なんですね。ですので商売の才能があると。特にセールス、営業といったお客様向けの商売が適任です。問屋さんとかでもね、卸して物を売ったりするっていうのもそうですけど、人を喜ばせるためのサービスなんかもそうですし、人に買っていただくっていうサービスもそうですし、ね、だからサービス業全般向いてらっしゃるので、今の世の中だと非常に生きやすいかなと思いますね。他にも経営だとかタレント、こういった人の上に立つ仕事、人を励ましたり、テンションを上げてくれたりする仕事、こういった華やかさが求められるという職業もおすすめです、ね、なので自分自身のエネルギーをみんなに分け与えてあげる、みんなを喜ばしてあげようっていうその気持ちが、おそらく商売人としての魂につながるのかなというふうに思います。そして最後、ここ月球と言います。小指の下のこの膨らみ、月球、この月球から小指の付け根に向けて弓形に線が出ている場合、これ直感線と言います。月球ってセンスとかインスピレーションを司るっていう場所なんですね。そこから、弓形にヒュッと直感線が出ている場合、これはその名の通り感性が鋭い、直感が鋭くて、それで物事を把握できるという、そういう方が多いです。欲しかったななんて思いながら、はい。で、手を握った時に、小指に当たる部分がありますよね。ここが月球。で、この月球から小指の付け根に向けて弓形に出ている線を直感線と言います。この線の持ち主は、その名前の通り直感に優れ、霊感やインスピレーションに優れている。こういった資質を持っています。なかなかですね、見られないというレアな層で、実業家、政治家、あとはですね、占い師さんに向いていると言われています。そういう先を読むとか、物事の奥を見通すとか、
そういった才能を持っている人が多いです。でさらにですね、知能線がこの月給の方に垂れ下がっている人、この人はさらにこの傾向が強くなるそうで、芸術家だとか、あとミュージシャンとか、シンガーソングライターとか、そして物書きですよね、小説家、こういったものにも高い適性を示すと言われています。大きく分けて4つこのように分類させてもらったんですけど、もっと細かく見ていくと、さまざまな才能が手のひらって眠ってるんですね。で、確かに才能を生かしていった方が自分らしく働けたり、ある程度の結果を出せるかもしれません。しかし努力することで後天的に開発されていくっていう才能もあることを忘れないでください。手相って日々刻々と変化していくものです。自分自身はこうだっていうふうに決めつけずに、いろんなことにチャレンジしていく、そういった気持ち、これを持って励んでいくと、知らないうちに手相が変わっていって、そういった資質が生まれてくるってことも往々にしてあります。特に利き手側にそれが現れます。利き手、普通ね、日本人は右引きの人多いと言えますけど、自分の利き腕の方を見ていきます。そうすると自分の中でどういった変化が起きているのかってことが分かります。将来の未来の手相を表しているのが利き手の方なんですね。なので自分自身の資質を、知ることは知る大事なんですけど、そこからもう一歩踏み出すとしたら発掘していくっていう考え、発想も一つ頭の中に入れておいていただければと思います。ということで、今回は才能、資質、能力に関する手相を 見させていただきました。それでは皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。良きことがさんさんと降り注ぎますように。ありがとうございます。